乾杯。うん、おいしい。ねえ、そういえばさ、うん、彼氏できた？早い。もっとあるでしょ。久しぶりなんだけど。いいからもうさ、ね、彼氏できた？まあいるっちゃいる。え、マジで？え、嘘。誰？いや、わかんないから言っても。わかんないからさ。じゃあ福岡の人？そう、向こうで。あ、本当に？うん、何歳？もういいよ、私は。代わりはどうなの？いや、私は、うん、相変わらず、うん、いません。分かってたけど。いや、もう本当紹介してほしい。マジ？いないの？全然出会いないの。マジ？あるでしょ。いやー、だってみんなさ、紹介する詐欺なんだもん。いや、今度紹介するよって言って、結局紹介してくれないで、リア充なの。条件厳しいタイプでしょ。そうかな。絶対そう。わかる、私は。まあでもちょっとある程度身長は欲しいかな。え、その人ってさ、うん、同級生なの？一個上かな。イケメン？イケメンっていうか、うん、厳密に言うと彼氏じゃないみたいな。どういうこと？分かった、その付き合う前の超楽しい時期みたいな。違う、そうじゃなくて、うん、なんだろうな、うーん、女の子？あー、なるほどね。そう、そういうことか。そうそうそう。なるほど、なるほど。そうそう、そっかそっかそっか。うんうんうん。そのさ、女の子と付き合うってなったらさ、まあ、女友達とさ、違うところとかってあるの？なんだろうな、精神的なつながりっていうか、なるほどね、そんな感じかな。へえ、そっか。なんかさ、デートしてさ、うん、まあ楽しいじゃん。そうだね。楽しいじゃん。で、その中でさ、うん、まあなんかいい感じになってさ、うんうん、まあ流れ的にさあるじゃん。うん、なんかぶっちゃけさ、なんていうのかな、その、まあ、体の関係みたいなのってあったりするのかなって思って、うん、あるよ。あるんだ。ある。そっか、なるほどね。なんかさ、さっきさ、私彼氏前提みたいな感じで決めつけて聞いちゃったじゃん。うん、いや、本当。いや、別にいいよいいよ、全然。普通そうじゃん、やっぱ。まあ、変に気使われる方が嫌だし。そっか。まあ、そうだよね。なんかでもさ、なんて言ったらいいんだろう、なんかかっこいいっていうのも合ってんのかわかんないけど、でもなんかめっちゃいいなって思う。ありがとう。おめでとう。まあでもね、カオルはさ、うん、今聞いてびっくりしたかもしれないけど、うん、私にとってなんか今までとあんま変わりないんだよね。というと？こう、別に男の子と付き合ってた時と、うんうんうん、女の子と付き合ってる今、うんうんうん、とでなんか大差ないっていうか、要は私にとっては普通なのよ。普通。なるほどね。今までの恋愛と変わんないみたいな感じかな。そっかそっか、普通ね。普通ってなんだろうね。深いとこ行ったね。私も結構さ、自分で普通はさとか言っちゃうんだけどね。まあそうだね。確かに。ね。なんかちょっと変な空気になっちゃったけど。じゃあ改めて乾杯。乾杯。うん、おいしい。おいしい。今